どうも不動産芸人のセラッキョですイエーイさあというわけで本日は自己物件に関するお話をさせていただければなというふうに思っております僕もこの話を最初にお聞きした時に難しい問題やなっていうふうに非常に考えさせられましたよかったら皆さんもこの話をお聞きしてどうするのが正解なのか一緒にお考えいただけましたら幸いです えー、この話は僕の知り合いの不動産の管理会社に勤める方といろいろお話している中で話題に上がった話なんでございますけども2021年の10月に国土交通省の方が人の死の告知に関するガイドラインっていうのを策定したわけでございますね。でこれは何かっていうと物件内室内で人が亡くなった場合にどこまで 不動産業者は次の入居者次の所有者に対して告知をするべきなのかっていうのを定めたものなんですけども、まあ、それまでこのガイドラインが策定される前までっていうのは、まあ、各不動産業者に委ねられている部分が大きかったんですね。 まあ要するにそれまでの慣習だったりとか裁判の例だったりとかを元にしながらまあうちの会社は次の所有者に関しては伝えてますでも次の次の入居者に関しては伝えてないですみたいな業者もあればいや一回そういう風うな事故が起こった物件っていうのは ずっと未来英語ちゃんとうちは伝えてるんですみたいな業者もあったりとかして各業者対応がまちまちだったものを国土交通省の方が今後の高齢社会を踏まえても室内で人が亡くなること増えることが予想されるので一つ 明確なガイドラインを定めておこうっていうので2021年のの月にガイイドラインの方が策定されましたでこのガイドラインの中で何が述べられているかっていうと、まあ、詳しくは別の動画でも解説しているわけでございますけども一、まあ、つ大きな要件として賃貸物件に関しては3年が経てば事故から3年が経てば告知しなくてもよいとするっていうのが 名分化されたわけでございますねだからそのマンションそのアパートその戸建てで人が亡くなってしまったそれが例えば自ら自分の命を殺めた場合とか事件性があるものであっても3年が経てば告知しなくてよいとするっていうふうにされたわけなんですね。でこの話だけを聞けばまあオーナーさんからすれば安心だよねっていう話になりますよね。 1>, まあ1回でも事故が起こってしまったら未来永劫物件の資産価値が下がってしまうのかっていう話になってくると入居者選びも非常に大変になってきますし例えばですけども高齢者の方を入居させてしまってで孤独死してしまったでそこから死後発見が1週間2週間1ヶ月近く遅れてしまって遺体が腐敗してしまって物件が傷んでしまった。じゃあこれって ずっと未来英語を告知しななくちゃいけないけみたいなリスクを背負わなくちゃいけないって話になってしまうと高齢者に物件を貸しづらいとかね入居審査がかなり厳しくなってしまうそういう風なリスクがかなり軽減されたんじゃないのかな安心だなって思います。 思う側面ももあったんですけどもそんな風な話を不動産の管理会社の人間と話をしていた時に「いや実は」と安心できない側面もあるんですっていうことをおっしゃっててでそれはなぜかと言いますと、まあ、要するに告知義務に関しては3年たてば今は 告示しなくてよいっていうふうにされてはいるんですけども実はとこの2021年10月以降にうちの会社が管理しているマンションの方で若い男性が自ら亡くなってしまうっていうふうな事件があったんですと。でそのお部屋に関してまあ自ら亡くなっているっていうこともあるので次の入居者の募集に関しては 当初の3年間に限りえ家賃を本来の家賃の6割で募集をかけたんですって、まあ、かなり割り引かれる形になってるので気にしない人からしたら超有料物件なのですぐその物件は決まったみたいなんですけどもじゃあ当初3年が済みさえすれば元の家賃に戻せるかっていうと ちょっとそこが微妙な部分でしてっていうところでじゃあそれはなぜか3年経てば告知しなくてよくなるわけですからじゃあ元の家賃に戻せばいいやんっていう風な話にもなるんですけどそういう風な考えにも至るんですけどもただその方が言うにはなんですけどもその物件っていうのはまあ告知事項ありという形で家賃を6割に割り引いて 募集をかけたがゆえに、まあ、その情報を見た方なのか、まあ、要するにネット上の事故物件工事サイトの方に 登録されてしまったみたみいなんですねこのマンションの何丸る何号室の方が告示事故ありという形で前の入居者の若い男性がこういうふうな形で自ら命を殺めているっていうことを、えー、記載されてしまっているみたいなんですけども、まあ、割と大規模なマンションでございまして、えー、貸し室要するに募集がかかっている他の部屋も多かったことからその事故物件工事サイトを見たか 方がおそらく、えー、自分でブログか何かに、えー、実は「何々」という物件は事故物件なんだみたいなふうな記事を作成してしまっていてそれもあって Google でその物件名を入れると候補として ススペー事故物件っていうのが出てきてしまうようになってしまってでスペース事故物件でその物件をグーグルで検索するとそういうふうなブログが上の方に出てきてしまうっていうことでまあそのマンションイコール過去に人が亡くなっている事故物件なんだっていうのがネット上にずっと残り続けてしまっているみたいなんですね。 まあ人で言うところのいわゆるデジタルタトゥーじゃないですけどもそういうふうなものがある意味一生残り続けてしまっている以上実際にそれ以後えその物件に対して問い合わせをしてくるお客さんの方からもこの物件って実は事故物件なんですよね人亡くなってるんですよねっていうことを言われることがめちゃくちゃ増えたっていうことで 物件自体のマンション全体の価値っていうのがそれ以前その事故が起こる以前に比べるとどうしても減ってしまっている価値が下がってしまっていると言わざるを得ないっていう風な状況みたいで確かに国土交通省のガイドラインが策定されて安心できる側面もあるにはあるんですけども今はもうネット社会なんでもう人も 物件もそこは関係なくいわゆるデジタルタトゥーが残ってしまうと一生それを引きずってやっていかなくちゃいけないっていう風な時代になっちゃってるんですって話をされて非常に難しい問題やな自分が大家さんだった場合にって思うとゾッとするなっていう風に思った話でございました。 以上です。はい。というわけでございまして、すいません。僕の方も、この問題に対して、どういうふうな結論を出せばいいのかっていうのが、明確に定まっていなくって、なんともうやむやな話になってしまって、申し訳ないんですけども、実際にそういうふうな物件が何件も存在する、数多く存在するという話でございます。ですから、まあ、そういうふうな情報を、まあ、悪気もなく拡散していらっしゃる方、多いと思うんですけども、じゃあ、 そういうふうな第三者が、その物件に住もうとも思っていない第三者が、そういうふうな情報だけを拡散するネット上に書き込むっていうのは、どうなのかなっていうふうに、ただとはいえ難しい問題やなっていうふうに思った次第でございました。よかったら、いいねやチャンネル登録、何卒ぞよろしくお願いいたします。また、コメントなんかもお待ちしております。というわけでございまして、本日は自己物件に関する考えさせられるお話でございました。照明が壊れていてていい普段より暗くてごめんなさい わけで皆さん賃貸じゃなくてバイバーイ